なんかね、あの、膝痛いんですよね。2ヶ月ぐらい前から痛かったんですけども。まあもうあの、年も年ですし、膝が痛くなるお年頃なんですけどもですね。えー、僕はこういう時はですね、よくやるのが、まあ例えばその、下界のところですか、形成下界のところ行って見てもらうとかですね、そういう、 治療法というかですね、あの、やり方もあるんでしょうけど、僕の場合は、あの、自分がですね、脊椎管狭窄になった時に、針治療で治してもらったというですね、まあ、えー、日本一の先生と言われてる方をですね、信頼してるんで,ですね、ちょっとこの膝の痛みも針治療で治そうと思いました。で、あのね、まあ、先生に相談したら、これ6回、週に2回来てもらって、 3週間連続6回ぐらいかかるよというふうに言われたんでですね、先週から行っててですね、まあ今日ですね、3回目行ってきたんですよね。2週間目のい、えー、3回目行ってきたんですけど、めちゃくちゃ痛いんですよ。本当に。 打たれるだけでさ、叫んでるんですよ。で、あの、誤解してほしくないのが、針治療っていうのはです、ね、一般的に痛くないんですよね。というか、まあ、ほとんど入っていることが感じない、わからない、人間の髪の毛より細い針刺すんですけども、その先生ですね、名人すぎてですね、ものすごくいいピンポイントに入れてくれるんですね。で、おまけにですね、そのピンポイントに入れた後、微調整してですね、 ズンズン来てますかって聞かれるんですけど、あ、はい、ズンズン来てますっていうふうに答えるんですけども、ズンズンって他の僕は、あの、針治療で受けたことがない感覚なんですけども、なんかちょうどなんか入ってる感覚というんですかね。お、ビクってくるなっていう、なんかそんな感覚なんですけどですね。まあ今日受けたやつは、まあまあこの膝のやつ全体そうなんですけども、膝が痛いって言っても膝に打たないんですね。太ももの外側、 ぐらいに打つんですよ。で、それがもうズンズン来すぎて、痛いって感じなんですよね。痛さというよりは、電気ショック受けた時の感じ、あの痛さに近いんでしょうかね。で、それをですね、その、まあ、あの、足の左右でそれぞれ、四5本ずつ刺しながらですね、えー、それでは一回立ってくださいって言われてですね、立って、で、まあ、治療室の中を歩くんですけどもうこれが本当にとんでもなく痛い。叫んじゃいましたよね。 で、まあ、これで、た、立つことももう最初不可能かと思ったんですけども、ゆっくり立ってください。えー、時間かけて構いませんって言われて、本当に、本当に本当に時間かけてですね、なんとか寝てる状態から座って、立って歩き出したんだけど、もう本当に痛くてですね、叫び同士で。 僕も、あの、このハリ治療院、もともとは、あの、現代アートの村上隆さんからそあの紹介してもらったんですけど、いや、村上さんはもっと叫びますよと。とりあえず、うちの治療院で岡田さんと村上さんが一番敏感なグループで、で、叫ぶと。村上さんの場合はもう窓を閉め切らないと、その叫び声が外に聞こえると、ちょっと、事件になるクラスだという,うに言われたんですまあ僕のはまだマシらしいんですけど、それでも叫んでますね。 うん、次の治療がですね、今度また土曜日にやって、来週もまだ2回やらなきゃいけないんですけども、症状ね、どれぐらい軽くなるのかっていうと、まあ、何もしてない時の痛みが、えー、10だとすると、針を打った直後は3ぐらいに減るんですね。あの、階段上がり降りするとの膝の痛みが。で、これがですね、まあ、半日とか1日ぐらい経つと、また8ぐらいに戻っちゃうんですよ。 で、じゃあこれ効果ないのか、その場の効果しかないのかというと、前の脊柱管狭窄の時もそうだったんですけど、脊柱管狭窄の時はですね、30回来てくれって言われたんですね。で、最初の15回、何の変化もなかったんですよで。最初に15回かな、20回近く何の変化もなくて、で、後半、もう本当にラスト10回ぐらいで、あ、痛みなくなってきたという感覚になって、で、最後は完全に脊柱管狭窄なくなっちゃったんですね。 基本的に針治療っていうのはそこの部分の、これはまあ僕のあの勝手な解釈なんですけど、血行を良くして、脊椎環境策だったら、背骨、脊椎の間のを通ってる神経がですね、脊椎がなんかこう、擦れることによって神経がブロックされて、それで痛いっていうふうに僕は理解してるんですけども、 それをですね、そこの部分に血行を良くすることで、元あった脊椎のですね、弾力とかですね、脊椎の間にあるものっていうのかなそれらが、あの、力を取り戻して、もう一回脊椎を支えてくれるので、下下手術しなくても痛みとかがなくなると。とこういう原理らしいんですけど。僕の膝もですね、現在、膝にあの、お皿って入ってるんですかあの、お皿とかですね、あと、そこら辺のですね、 そういう組織に対して血の巡りをひたすらよくしてるんですよ。もう本当にそれだけの治療なんですね。で、血の巡りをよくすることによって、下手したらお皿が割れたりですね、組織が壊死したりする方向を避けて、えー、そこの全体に血を巡らせて、健康な状態に近いところまで戻そうというやつなんですけども、まあ、来週のですね、末ぐらいには痛くなくなってくると思うので、次のね、 あのー、セカンドチャンネルではまだ痛いと言ってると思うんですけども。 再来週のですね、セカンドチャンネルで痛くなくなってたら、まあ本当にあの皆さんにもおすすめしますね。針治療こく。<laughs> までも今から土曜日の治療気が重いです。あの膝がですね、あの痛いので針に行って治してるというふうに言っててですね。でまあ3週間合計6回行ったら治るよっていうふうに先生言われたんで行ってますよと。で、えー、僕が治ってきたらあの報告しますと言って、ずっとすいません報告くれてたんですけども、えらいもんで治ってきましたね。まあさすがにあの六本木のですね、針の世界一 ルイ・ビトンの社長もですねフランスからわざわざお忍びで日本に来て針打たれてるというです、ね、先生なんですけども、治りますね。ほんとびっくりしました。特にあの、 えー、打たれた、針打たれた直後ぐらいは、階段降りるとき痛い痛いギシギジシュうていうのは、ひょいひょいひょいって降りれるようになるんですよね。で、ただそれも2、3日したらまた同じように、前ほど痛くないんですけど、塊が戻ってくるので、ああ、これはなんか、30分以上座ってたら屈伸するという、なんか、そういうふうにすると、この針で直したやつが維持されるというのが分かってきてですね、ちょっと楽になってきてます。 Happy birthday to me.Happy birthday to me.Happy birthday dear 岡田斗司夫 .Happy birthday to me.